なとこで姉ちゃんを見かけるなんて珍しいこともあるもんだってばよ。私だっていつも屋敷にいるわけではないですよ。そう言われてみればそうだよな。で、姉ちゃんってばこんなとこで何やってんの？ちょっと薬草を摘みに来たんです。あ、そうだ、ちょうどいい機会ですね。私と一緒に薬草摘みをやってみませんか？ちょうど暇だったし、やってみようかな。はい、よろしくお願いしますね。薬草はこの森の至る場所に生えています。このメモに書かれたものを集めてください。よし、すぐに集めてくるってばよ。メモに書かれた薬草を集めたら声をかけてください。やっと。書かれた薬草全部集めてきたってばよ。おお、さすがにやりますね。今取ってきてもらった薬草は組み合わせ次第でいろいろな治療ができるんです。へえ、何かの役に立つかもしれないので覚えておいて損はないですよ。よっと。どうしたんだってばよ。そんなに騒がないで。問題はないから。足をひねっちまったのか？気にしないでいい。さっき取った薬草を使ってなんとかできねえかな。これを使えば。どうだ、少しは楽になったか？あ、そういえばさっきの勉強がこんなに早く役に立つとはな。ありがとう。その、助かったわ。よかったな。一応、病院で見てもらうわ。多分、もう大丈夫だと思うけど。ああ、それがいいってばよ。それじゃあね。